どうも、日本ワインソムリエ西岡由紀です。今日は第8回ですね。日進月歩ラジオ第8回の放送となります。ですね、最近ちょっとバタバタしてまして、やっと落ち着いたんですけども、先日日帰りで和歌山に行ったりとかですね、あとはちょっと取材系で、まあ雑誌とかにね、来月乗る機会がありまして、そういうのでお昼打ち合わせだったりとか、あと取材受けたりとかっていうところで、まあ楽しくなんですけれども、バタバタしてまして、ほんと昨日がっつりそのツケを溜めたのかなというぐらい疲れが溜まってたのか、がっつり寝ました。なので今日はもう元気満々なんですけど、お店自体はですね、そんなに今忙しくなくて、ちょっとね、8月の勢いが失速しちゃった9月って感じで、まあトータルね、9月と8月で合算して考えれば、まあぼちぼちなんです。それはいいんですけども、まあ、ちょっとね、10月に向けてまたね、頑張っていきたいなと思っているところなんですけれども、ちょっとですね、僕がね、お店をやるにあたって、まあ、ちょこちょこお話ししてるのが、まあ、自分が、例えば人を育てたり、自分が何か伝えられる人間になりたいと、そういう思いで飲食店やったみたいな話を前にしたことがあると思うんですけども、もともと自分は絶対に独立するっていう意識はあったけど、100% 絶対という意識はなくて、どちらかというと、自分が憧れる、この人の右腕としてちょっとこう力を発揮したいなっていう人を探し求めてフラフラして見つからなかったんで独立したみたいな感じなんですよ。なので、ワンピース見てる人だったらわかると思うんですけども、こう、自分がついていくべき船長を探してたんだけど見つからなくて、なんかどこの船長も自分の考え方と違うなーっていう感じで、もう自分で船出して海賊やるしかないなみたいな、そういう感じなんですよね。なので逆に言うと、その今までの、まあ、上司というか自分の上にいた人たちに対して、もちろんリスペクトある部分もいっぱいあるんですけども、やっぱね、ここもっとこうしたい、こうして欲しかったなとか、ああして欲しかったなっていうのが部下の立場としてすごいあったわけですよ。で、自分が、じゃあ、人をね、雇うっていう話になった場合に、まあ、僕ね、上司と部下っていう言葉あんま好きじゃないんですけど、一応自分は上司になるわけじゃないですか。となった時に、過去の自分が部下だった時代に、こうあってほしいな、こうしてほしいなって思ってた上司になれるかどうかっていうのも一つの勝負なんですよ、僕の中で。で、だから自分の行動が、もちろん人間なんで完璧じゃないんですけど、昔の自分が納得できるような立ち振る舞いをできてるのかなっていう風にね、こう考えたりするわけなんですよ。で、ここのお店、丸の日ってお店をやるときにですね、最初一人でやろうと思って、で、軌道に乗ったら人を雇ったりしてっていう風に考えてたんですけども、YouTube 始めたばっかりの初期の方のチャンネルに、萌えちゃんっていうね、アルバイトの女の子が一緒にどうでもいい話してる動画があるんですけど、あの萌えちゃんがですね、実はあのお店のオープニングスタッフとして最初からいたんですよ。で、まあ3年弱ぐらいかな、働いてくれて、うちの店は卒業してたんですけども、その子と出会ったのは社員としてではなく、アルバイトとしてお手伝いをしていたお弁当屋さんがありまして、仕出し弁当とか、こうロケ弁とかね、出してるようなとこだったんですけども、そこの、まあ何ですかね、シフト的に人が足りないところに僕が入って、僕も収入も確保して、向こうにとっても都合のいい存在みたいな感じで、お互いウィンウィンみたいな感じで、ちょっとこうお手伝いした期間がありまして、その時に、僕が辞める寸前に、ちょうど僕と同じ時期に主力の一人が辞める感じだったんで、ちょっとこうまとめて一人入れなきゃって言って入ってきた一人に、その萌えちゃんがいたんですね。で、僕がまあ、歓送迎会みたいなのがあって、要は僕は送られる側、で、その萌えちゃんは歓迎される側みたいな感じで、まあ、一緒くたになってこう飲み会で、みんなでこう、何人ぐらいだろう、20人ぐらいいたのかな、それぐらいの飲み会をやったんですね。で、僕は、その、見送られる側として、まあ、今度お店をやりますみたいな話をしてて、挨拶をして。で、
それを聞いた萌えちゃんが、そんなに僕喋ったことなかったんですけど、どこでお店やるんですかみたいな。あ、桜新町でお店やりますみたいな。そしたら、隣の駅の大学行ってますみたいな。で、あ、そうなんだみたいな話してて、で、その、萌えちゃんって子が、とある居酒屋さんと、その、僕と一緒に働いてたお弁当屋さんを兼務というか、掛け持ちしてたんですね。だ夜は居酒屋、で、昼はお弁当屋さんみたいな。で、居酒屋さんの方が、まあ、いろいろあって、ちょっと、やめようかなって思ってた時だったらしくてですね。夜の時間帯、働かせてくださいみたいな。結構、強い勢いで、言ってくれたんですね。で、僕はそんなにがっつり喋ったことないけど、なんか元気が良くて、挨拶がすごいしっかりできる若い、なんかいい子そうな女の子だなと思ってたんで、あ、なんかこういう子が働いてくれた人は嬉しいよな、でもな、ちょっと最初から雇うのはリスクあるなみたいな感じだったんですよ。で、一応そこね、その子はまだ未成年だったんでお酒飲んでなかったんですけど、僕はお酒飲んでたんで、ちょっと今、酒の場だから、じゃあ改めて今度お茶でもしながら話そうよみたいな話になって、桜新町のスターバックスに、じゃあ一緒に行こうよって話になって、で、ある日、まあ待ち合わせをしたんですね。そしたら、待ち合わせして会った瞬間、久しぶりって挨拶した瞬間にもう、居酒屋辞めてきましたみたいな。え、もう辞めてきちゃったのみたいな。感じの挨拶からスタートして、で、僕はその、歓送迎会から、そのスタバまでの期間、また、一週間ぐらいあったのかななかったのかな ?3、4日ぐらいかもしれないですけど、その期間にですね、一応、その、あなたと一緒に働きたいけど、正直ね、スタートちょっと厳しいから、読めないから、とりあえず、8月オープンなんですけど、8、9、10月、10月までは頑張って、ちょっと赤字でも頑張って給料用意するんで、ちょっとね、業績以下では11月以降ちょっとごめんなさいってなるかもしんないけど、そんなリスキーな職場だけども、それでも良ければって感じなんだけどってこう正直に言ったんですよ。そしたら、大丈夫ですみたいな。なんか直感でね、僕とそんなに喋ったことないけど直感でこの人は悪い人じゃない、いい人だっていうとか直感が働いてらしくて、働きたいですと。で、なんなら、私が、もうその繁盛店になるお手伝いしてみせますぐらいの気合を見せてくれたわけです。言ってくれたわけですよ、言葉にして。いやーもう未成年で、大学生で、すごいなと。そういうことをね、言えること自体に僕はもうすごい尊敬というか、かっこいい女の子なんだなと思って。で、そんな風に言ってくれる子をね、逆に求人で探したって見つかるわけないじゃないですか。いや、もうそこまで言ってくれるんだったらもう頑張りますよ。こっちもみたいな感じになって、萌えちゃんと一緒にこうオープニングから一緒に働くっていうことになったんですよね。で、まあ、大学生ってこともあるし、いろいろ彼女もね、やりたいこととかある子だったんで、まあ週3ぐらいかな。週3か週4ぐらいかな。うん。働いてくれてまして、で、初期はですね、本当に、ちょっと駅前でビラ配ったりとかも、積極的にしてくれて、女の子にビラもらったから来たよ、みたいなお客さんが来てくれたりとかして、本当に戦力になってくれて、で、お店もそういう彼女の頑張りだったり、僕も一生懸命やったりとか、そういうことでですね、まあ、軌道に乗り始めたのが、まあ、オープンしてから半年ぐらいのタイミング。大体、2020年の1月2月ぐらいに、あ、これ、この勢いだったらいけるなっていうのが分かってたんですね。分かったんですけど、まあ3月になってコロナが来るわけですよ。で、コロナになって、ちょっとこう、アルバイトも不安定になって、で、コロナの、なんていうんですかね、その、煽りというか、休まなきゃいけなくなったりとか、いろいろ経てですね、ちょっと、ってこう、苦しい時期があって。で、最初のコロナが1回2ヶ月ぐらい経って落ち着くというか、まあ普通の緊急事態宣言終わるよね、みたいな感じで、6月ぐらいから普通の営業がまた再開するようになって、まあ、僕も気合が入ってたわけですよね。で、その1月2月の気合入ってた時期と、
その6月からの気合入ってた時期っていうのが、後から聞いたらですね、その萌えちゃんからしたら僕の人格が変わったように感じたと。なんかね、だっていい人だなって思ってくれてね、働いてくれたんだけども、あれなんかちょっと違うなって、なんかあんなになんか尊敬できるというか、あ、この人いい人だって思ってくれたのにもかかわらず、なんかそれをね、どちらかというと失望に変わっちゃったらしいんですよ、後から聞いたんですけど。で、そうですね、8月ぐらいだったかな、辞めたいという話が向こうからありまして、でね、これもね、ちょっと布石がありまして、自分はこういう上司になりたいと、そのスターバックスで話したわけです。最初のこういう上司になりたい、こういう上司が嫌いだったって話を全部して、でも自分はちゃんと店を持ってオーナーになったことがないから、その自分が嫌だと思ってた上司に絶対にならないとは言い切れない、でも絶対になりたくはないとこの微妙なニュアンス伝わるかなって思うんですけど、まあ、要は絶対になりたくないけど絶対にならないっていう保証はないなって自分で思ってたんですよ。要は自分から見える景色とその相手から見える景色って絶対違うってことも分かってたし、その僕がなんでこんなことしてくるんだろうなって過去の上司に思ってたことも、向こう側の立場から見たら、あ、こう見えてたんだなみたいなことってあり得るなって思ってたんですよ。でもそこを埋めるにはやっぱコミュニケーションしかないと思ってたんで、僕はその萌えちゃんにそのスターバックスでお話ししてるときにですね、まあ採用が決まったときに、その要はまたさっき言ってたその理想の自分がなりたい上司像みたいな話をしてたんですよ。でもそうなれなかったり違うじゃんってなったらもう全然やめてくれていいんだけど、そのせめてこれは可能だったらでいいんだけど、辞めるときに黙ってフェードアウトとかじゃなくてちゃんと伝えてほしいって言ったんですよ。めんどくさいかもしれないけど、辞めるときにちょっと理想と全然違う行動になってると思いますよって言ってほしいと。それに俺は逆ギレ絶対しないからって話をして、そういうなんかねちょっと熱い話してたんですよ。絶対泣いたくないから気づいてなかったら言ってほしいんだよねみたいな感じで、で案の定をその萌えちゃんから見る景色はそうなっちゃってたみたいだったんで、辞めるっていう話になった時に聞いたんですよ。もしかしたら自分のせいかなみたいな。そしたら涙を流しながら伝えてくれたんですよね。ちょうど忙しくなってきた時期から日に日に結城さんのことを嫌いになりそうになってましたと。で一回緊急事態宣言中の期間離れてて、で久々に6月からまた営業がちゃんと再開するってなった時に、なんかやっぱり忙しいとなんかコミュニケーションもうまく取れないし、なんか精神的にきついなーって思うようになっちゃったんだと。で最初は行くのを楽しみにしてた職場なのに、なんか行くのが嫌になってきてしまったと。でこれ以上嫌いになりたくないから、辛いしね、嫌いになりたくないからって言ってたかどうかちょっとわかんないけど、そんなニュアンスだったんですよね。ちゃんと伝えてやめようと思いましたみたいな。本当になんか頑張って言ってくれたんですよ。もうそれがもう僕には本当になんだろうな、申し訳ない気持ちにもなったし、ちゃんと向き合いたいなと思ったんで、まあ僕なりの景色もお話をしたんですよね。でそれは反論ではなくて、例えばですね、簡単に言うとこうある程度信頼関係があるからこそ何も言わずに任せたりとか、あとは逆にどうしてもミスってほしくないことに関してはちょっと先に言うみたいなことを、まあ、僕は結構やってたんですけど、そのそれがやっぱり下の立場というかそっちの立場からすると最初から言えよって思ったり、逆に言われたら分かってるよって思ったりって、まあイラッとすることってあるじゃないですか。僕も経験あるんで
きっとそういうことを僕はやってしまってたんだろうなと思うんですけど、もっとあの時こういうふうに言ったのはこういう意味だよとか、あのフォローができたらよかったんですけど、まあ終電で彼女は帰って、で夕方営業始まったぐらいに来るみたいな感じのスケジュールで動いてたので、なんか営業時間外のお客さんがいない時のコミュニケーションっていうのがやっぱり忙しくなればなるほど減っちゃったんですよね。だから多分お互いになんか推測というか、こう思ってるだろうな、こう思ってくれてるだろうなとかね、そう勝手に期待しちゃったり、勝手に憶測で相手の気持ちを押し量ってしまったりとかっていうのが、まあすれ違いを生んでしまったんだろうなっていう。まあこれって多分その上司と部下とかだけじゃなくて、友達だろうが恋人だろうが夫婦だろうが、まああり得ることなんだろうなっていう、まあ、そういう形ですれ違ってしまってたんだろうなっていう感じですね。ただそこには本当に悪気が1ミリもなかったので、まあ、そこを誠心誠意説明したわけですよ。で、それは本当に申し訳なかったと。自分なりに、その、むかつかれてしまってた部分、ね、細かくいろいろ聞いたんですよ。で、ああ、なるほど、なるほど。確かに向こうの立場だったらむかつくかもしれないな、みたいなことがいっぱいあって。でも、一個一個、こっちの景色の、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、なんか、こう思ってこうしたつもりだったんだよね。ごめんね、伝わんなくて、みたいな話をずっとしてたんですね。でもなんかそういうことを言うと全部反論されると思ってたらしいんですよ。で口がうまいからうまいように言いくるめられちゃうかもしれないっていう恐怖もあったらしくて本当かわいそうなんですけど、こんなね理屈っぽいやつ、なんか口喧嘩強そうなやつを相手にすると、まあそういう恐怖があるんだなってちょっと思ったんですけどそういう恐怖を与えてしまってたらしいんですよ。ただ僕はすごくそう思わせてしまったことが、やっぱり自分のコミュニケーション不足だったりとか、その認識の甘さが生んだことではあったので、まあ、悔しかったんで1ヶ月だけその猶予をくれないかっていう相談をしたんですね。で今のこのすれ違いがね、お互い認識してなかったわけじゃないって話をして、まあ、ちょうどそのすれ違いの話をしたら、その萌ちゃんもなんか私の誤解の部分も多かったかもしれないですみたいな、なんかそういうふうに思ってくれたみたいで、かといって今は僕がこうやっていろいろこう説明した、まあ要は言い訳みたいなことっていうのはその場を取り繕う言葉かもしれないわけだから、1ヶ月様子を見て、いや結局同じやないかいって思ったら、その時はもう気持ちよくもう連絡もなく辞めてくれてもちゃんと給料も振り込むしぐらいの気持ちで言ったんですね。そしたらじゃあ1ヶ月後にあの話しましょうって言ってくれて、で1ヶ月僕もねちゃんとコミュニケーション取ろうと思っていろいろやりながらやったんですよ。で1ヶ月後お話をした時に、いやあの時にちゃんとお話できたから多分なんかモヤモヤしたものがなくなったように思いますと。もちろんね、お互い多分100点ってわけじゃないと思うけど、その辞めるほどの理由になるようなことは今はないですと。だからあのこれからもよろしくお願いしますって言われてありがとうってなったんですよ。でちょうどね6月からもう一人女の子、まあそれはね動画にも出てない子なのでちょっと名前とかは言わないでおくんですけど、その子も昔の僕のイメージ、もともとの知り合いなんで、そのお弁当屋さんで働いてた時の僕が一緒にこう横並びで働いてた時とやっぱ印象が違うように感じてたらしくて、萌ちゃんとの一件があった後にその子とも面談したんですね。そしたらまあその子も結構なんか辛い思いをしたみたいで、これはねやっぱりね僕が悪いんですよ完全に。なんかねそうなってしまってたんだなっていう、だからすごく自分も反省したし、でもなんかそういう経験を、まあ、させてしまったことは申し訳なかったけど、させてしまってたということをちゃんと認識させてくれた、そのあの子たちが僕にそういうことを教えてくれたので、まあ、長い目で見れば、あの、本当に、なんだろう、いい機会だったなとは思うんですね。で、結局その、萌ちゃんとかもですね、その後、さらに2年ぐらい一緒に働いてくれましたし、
なんかそういう風に、なんていうんですかね、その上とか下とかね、あんまり言葉として好きじゃないんですけど、その意識しすぎてなんか偉そうにふんぞり返ってるような上司になりたくないと思ってたんですけど、そう思わせてしまう部分があったと。で、それはどういうところなんだろうかっていうところをすごく自分の中で分析したりとか、まあ、ヒアリングをしたりとかして、なるほどなと思ってしまってた部分があって、例えば自分にしかできない仕事に集中して自分以外にもできることっていうのは任せるっていうことをちゃんとコミュニケーションを取った上で任せるのか、なんかなんとなくやっといてねみたいな空気感で、あ、結局これ私がやるのねって思わせるのかで、だいぶ意味合いが変わってくるっていうことをなんかね、ちゃんと実感したというか。で、きっとこういうことを実感することができたから、今なんかそういうことは多分少なくなってると思うんですよ。今の一緒に働いてる人とかがこれ聞いたら、いや今も変わらねえぞって思うかもしれないけど、でも絶対昔よりは良くなってるはずなんですね。そういう意識を常に持ってなきゃいけないなと。で、例えばその一緒に働いてる人に対しての細かい不満とか、ここ直してほしいなってことがあったら、まあどっかのタイミングで言うし、でそのタイミングで逆にも聞きたいなと思うんですよ、僕に対しての不満とか。で、それをまあ言いやすい環境を作らなきゃいけないって話ですよね。質問することは誰だってできるけど、その人が本当に言いたくなるような空気感を作れるかどうかが一番大事な気がするんで、だからそういうのはまだまだ僕もこれからちゃんとそういう空気感作ってヒアリングできるのかなっていうのをテーマにしながら頑張っていきたいなと思うわけですよ。だからこれはね、今までお話ししてた話って大体こうすべきだ、こう思いますっていうような話だと思うんですけど、どちらかというと僕は今この今回のラジオでお話してるのは、自分がまだまだ成長過程でこういうことを意識して、ちゃんと自分の若い時の自分が納得できるような上司というかリーダーというか、そういうのになっていきたいという、まあある意味宣言でもあり、ある意味自分への言い聞かせでもあるし、そういうふうに考えてますよと。で、逆にいやお前全然ちゃうやんって突っ込めるところを見つけたら、ぜひね突っ込んでほしいなと思うんですよね。だから今まで何人かうちで働いてくれてる人、今も働いてくれてる人がいますけど、その人たちが本当にこいつマジゴミ上司じゃん、ゴミ店長じゃんって僕のこと思ったらめちゃくちゃ嫌なんですよめちゃくちゃ嫌なんですよ。多分ね、その僕はリーダーは嫌われるのが仕事だみたいな考え方一番嫌いなんで、嫌われたくないんですよこんなね、気持ちよく嫌われたくないですっていうリーダーもなかなかいないと思うんですけど、僕はね、嫌われたくない。嫌われることに何のメリットも感じないですね。まあね、大手の企業の社長とかは分かんない、知らないけど、そんなみんなに好かれてたら采配震えないとかいろいろ聞いたこともあるけど、僕がやってるレベルだったら嫌われる必要なんてないと思うんですよね。むしろどれだけ従業員が納得して働くか、僕も自分も相手も気持ちよくいかに働けるかっていうところが、まあ環境として作んなきゃいけないものだと思ってるし、そういうことをちゃんと作んなきゃなと思うんですよ。で、散々僕もなんか上司とか部下とか言ってるけど、さっきも言ったように上とか下とかあんま好きじゃないですよ、言葉として。どちらかっていうと、この店を中心で回してるのが自分で、その中心が、まあ、円の中心に僕がいるとしたら、その周辺に僕の一緒に働いてくれてる人がいるっていう感じで、横並びなんですよ。高さは一緒なんですよ。ただ一番責任のある真ん中の方は僕がやんなきゃいけないんで、僕が一番真ん中にいるんですよっていう感覚で、この感覚、今この言語化できてる理由っていうのは、オンデイズの社長の田中修二さんって人がこの表現をしてたんですよ。すごいいい表現だなと思ってて、そういう気持ちで働きたいという感じなんですね。で、僕はだからそこで結構理想と現実をのギャップを埋める作業っていうのが必要なんだなってことも実体験としてこの
期間で分かったし、これからもその理想と現実、まあ、理想を追い求めながら現実をきちんと見ていかなきゃいけないっていうところを考えながらね、これからもちゃんとした自分が理想とするリーダーに近づきたいなと思うわけですよ。でね、最後すごい子供っぽい話するんですけど僕の理想のリーダー像っていうのがちゃんといるんですよ。本当に子供っぽいこと言いますけど、僕はね、ルフィが理想の上司なんです。リーダーなんです。みんなと横並びで仲間だ仲間だって言ってワイワイワチャワチャやってるんだけど、大事な時に一番重い仕事をすると、そういうリーダーが僕は一番リーダーとしてなりたい形だなと思うんで、そういう風になりたいなと思います。前に話しましたけど、もっと俺にこびろよとか、そんなことは絶対僕の口から出てこないっていうのは、これだけは誓えるし俺から出てきたらマジでね、本当に死んでもいいですね。はい、そういうことは絶対にないです。でね、結構その、今子供っぽい表現で言ったけど、その麦わら海賊団から学ぶリーダー論みたいな、確かね、ビジネス本あるんですよ。確かね、昔読んだんですけど、そういうことだよなって。ワンピース見た人ならわかると思うんですけど、俺は何々もできないってルフィが言うんですよ。この何々っていうのは全部仲間のクルーたちの得意分野のことを言うんです。俺はあいつみたいにこれできない。あいつみたいにこれできない。あいつみたいにこれできない。って、まず敵の前で宣言するんですよ。そうすると敵が、おう、自分の無能さを晒して、じゃあお前は何ができるんだよ、みたいなことを言って。で、ルフィがすごいかっこよく、お前に勝てるって言うんですよ。だ要は、俺の役割は、あいつらの得意分野のとこじゃなくて、お前を倒すという一番大事な真のところで俺は役に立つんだ、みたいな。それが仲間を助けることにもなるし、俺らの仲間の役割なんだ、みたいなことをね、言うシーンがあるんですよ。アーロンに対して。もうあのシーンが僕大好きで、ああいうリーダーになりたいなと。はい。子供っぽいことを言わせていただきました。まあだからね、そういうなんか子供みたいな理想を掲げてて、いや現実はこうだよああだよって言われちゃうこともあると思うんですよ。あると思うんですよ。でもね、理想はやっぱね、僕は追い続けたいし、なんか現実そうじゃないからって諦めるっていう理由で諦めるのは嫌なんですよ。ちゃんと自分の中で諦め、これは違うものだなって、もう絶対理想と違うものだなって諦められる何か出来事がなければ僕は諦められない。諦めが悪い人間です。はい。というわけで。なんか無駄に熱くなりましたけど、でもなんかリーダーってなんか、そうあってほしくないですか？皆さんも。皆さんも多分一人や二人嫌な先輩、嫌な上司、味わったことあると思いますけど、なんでこんなことするの？なんでこんなこと言い方するの？とか、あったじゃないですか。で、僕もきっとそのさっきの話で言うと、萌えちゃんに対してやっちゃってた時があるわけですよ。で、ここの時、ここで分かんなきゃいけないことは、下が理想とする上司っていうのは難しいんだなっていうことがまず一つ。そして、その僕みたいに絶対になりたくない、そんな上司がなりたくないって思ってるやつですら、そういうことをやってしまう瞬間があるってことなんですよね。悪気がなくても。だからここを意識的に悪気がないで解決するのではなくて、ちゃんと意識的にそういうことはしない、そういうことを絶対思われないようにするって意識をしないとできないもんなんだなってことを認識して頑張ることが大事なんだろうなと。だからそれをね、部下に嫌われることを、いや上司は嫌われてなんぼだって言い訳をする人には僕はなりたくないし、そうなってる人は、僕は考え方を改めた方がいいと思います。特に小さい規模、ところは。大きいところは知らないです。僕、経験ないんで。はい。という、上司部下論ですかね。はい。まあ、というわけでね。まあ、ちょっと話、とっちらかっちゃったかもしれないんですけど、まあ、ちょっと自分も、ちゃんとしたリーダーに、自分が納得できるリーダー、で、周りも、このリーダーで良かったなって思えるようなリーダーに、もっともっとなりたいな、というお話でした。はい。なんか、たわごとを聞いてもらった感じで申し訳ないですが、ありがとうございます。じゃあ、先週の、
コメントを読んで終わりたいと思います。先週はジャニーズの話ですね。コメント1件ですね。久美子さんですね、ありがとうございます。冒頭のラーメン店にお勤めの後輩のお話いいですね。先輩って素敵ですね。ゆうきさんも知らないうちに先輩に、おこいつすごいなって思われてるかもですね。ジャニーズの件はできれば身に入ってほしくなかった事件ですね。おまけに罪を犯した人が死んでしまうなんて後味が悪いですね。思い切ってジャニーズ解散でいいんじゃないでしょうか。手紙という小説、映画ともに見ましたが、そういう意見もあるのだなと、弟さんにはかわいそうですが。そうですね。あ、神の雫始まりましたね。まだ見てないんですよね。そうですね。ちょっと、神の雫もちょっと見てみたいなと思います。ありがとうございます。ね、まずね、この冒頭の先輩って素敵ですね。ゆうきさんも知らないうちに先輩に、お、こいつすごいなと思われてるかもですね。これはね、ないと思いますね。僕ね、その、昔から、まあ、生意気キャラすぎて、あんまり上の人に可愛がられてないんですよね。なんか、上に対する反発心が強すぎるのか、上の人間に、こう、歯向かってっちゃう癖がありすぎて、なんかずっと可愛がってくれてるみたいな、先輩みたいな人、あんまりいないんですよね。そういうところも直していかなきゃいけないのかもしれないんですけど、でもなんかそれがあるから今の僕があるんじゃないかなとも思う部分があって、これもね、結構ね、葛藤なんですよ。うん。まあ、なんていうんですかね、媚びないし、無理に反発しないぐらいな感じでバランス型に今なってきてるからいいのかなとは思ってますけど。まあ、隠れて、お、こいつすごいなって思ってくれてたら嬉しいなぐらいですね。うん、手紙って小説ね、あれ結構僕は衝撃的だったんですよ。本当に弟さんはかわいそうなんですよ、間違いなく。だけど、その犯罪っていうものはそれぐらい重いもんなんだよっていう教訓として、その、そういう考え方もあるんだなっていうことは、すごく胸に響きましたね。自分がその弟の立場だったら、ふざけんなよって感じだけど、うん。そういう、だから中国のね、キングダムとか見てると、昔の中国の、まあ日本でもそうか。あの、昔の人が何か犯罪を犯すと、その妻、子供まで殺されるみたいな、そういうことってあったと思うんで、差別というか、区別というか、時にはそういう冷酷なね、判断が下されることも、まあ考え方としてはあるんだなっていうのはね、すごく頭のどっかに入れとかなきゃいけないところだなっていうふうには思いましたね。神の雫も見てみたいと思います。ありがとうございます。はい。というわけでですね、今日はちょっと、なんか、情熱重めの、しかも自分はこうなりたいですっていう、皆さんにとってどう響くのかわからない話をしてしまいましたけれども、まあこういう話もたまにいいんじゃないかなっていう。で、僕と同じような思いを持ってる人もいるでしょうし、その、上司に対しての考え方とか、部下に対しての考え方とか、そういうのもなんかね、ちょっとでも参考になったり響くものがあったりとかしたら、なんか嬉しいなって思いますね。はい。というわけで、日進月歩ラジオ第8回の配信でした。チャンネル登録、高評価、拡散、コメント、いろいろもろもろよろしくお願いします。特にコメント欄お願いします。ではまた来週。さよなら。